こんにちは。パリ大学大学院博士課程の東郷圭吾と申します。大学院生として私は健康の観点から脂質代謝の研究をしています。特に注目している脂質は脂肪酸と呼ばれるもので、我々の体のエネルギー源として知られています。一方、我々の健康は悪影響を及ぼすものとしても知られています。脂肪酸は主に脂肪組織に貯蔵されており、継続的に血中へ放出されています。その後、脂肪酸は骨格筋、肝臓、心臓といった様々な組織や臓器へ運搬されて、エネルギー源として利用されるか、これらの組織で貯蔵されます。この脂肪酸の運搬は、運動中や絶食中といった体がエネルギーを必要とするときに促進されて、組織のエネルギー産生に利用されます。また、肥満者では慢性的にこの脂肪酸の運搬が促進されており、多くの場合、体がエネルギーを産生するために必要な量を上回って、脂肪酸が各組織へ供給されます。この場合、組織において脂質が蓄積されて、この状態は健康に対して悪影響を及ぼすことが分かっています。この脂肪肝という病気を聞いたことがあるかもしれませんが、この肥満者が脂肪肝のリスクが高いメカニズムの一つは、この脂肪酸の肝臓への過供給にあります。その他にも、高脂血症や糖尿病といった様々な代謝性疾患との関連も報告されています。以上から、この脂肪酸代謝を理解することは、肥満と様々な病気との関連性のメカニズムの解明につながる可能性があり、さらには将来的な治療方策の開発が期待されます。